どうも高井です。実践の継続は難しい。だから継続は辛いと感じても、今すぐクリックで継続に必要な要素を理解しよう。3つあります。1つ目、やりたいことをやり続ける。私がやりたいことっていう中でゲームを遊ぶっていうのがあったりするわけですけど、据え置き機でもいいし手持ちのゲームでもいいんですよ。やり続けていくと、一昔前とかだと30分とか1時間ぐらいやっただけで、ゲームもやりすぎだ、今すぐ勉強しろ、バカになるぞってね、言われた時期があった。そんなこと言われちゃうと、目の前ではなくてみんなから見えない隠れたところでゲームをやり続ける、だって楽しいんだもんみたいなね。もう勉強するよりかはゲームやってた方が楽しい。ただ一つ弱点があるんです。熱しやすく冷めやすい。熱しやすいっていうのはわかるよね。ゲームって楽しいから熱しやすいけど、ゲームをクリアすると、全てのシナリオとかをクリアすると、あとは集める要素しかなくなって、集めきっちゃうともうやることないから冷めちゃうよね。私は一昔前とかであると、集めきってもソフトって基本高いので、値段が超高いので、それ自体をやり込み続けるんだけど、ここ最近だとパソコンとかだと無料のソフトとかあるよね。無料とかだとこのゲーム飽きたから別のゲームに行こうみたいになっちゃう。一本のゲームをコツコツやれるっていうのも一つの才能とかだと思うんで、あなた自身がその能力あるんだったら、この力を役に立つでしょうね。2つ目、コツコツ最初はつまらないけどやり続けたらできるようになって楽しくなってくる。勉強とかだとこれに当てはまるんじゃないかな。わからないけど理解してできるようになったら楽しくなってきて、もうその問題を解き続けたくなってくる。この要素は強いと思いますよ。継続と極めてしやすい。ただ最初はつまらない。理解できないとつまらないし、理解できるようになると楽しくなるっていうのは勉強だったりするわけじゃん。本の実践でもそうだよ。最初はできないけど、できるようになってくると楽しくなってきて継続したくなってくる。むしろやりたい、楽しいっていう状況になってくるんだよ。この状況は非常に継続化しやすいです。3つ目、負のエネルギーを使う。コンプレックスとか借金とか、そういう負のエネルギー、やらざるを得ない環境っていうのがこの3つ目です。それそうだよね。借金を負ってるんだったら返すために行動し続けなきゃいけない、事業を続けなきゃいけないってね。コンプレックスとかだと、その環境に適応するため、生き残っていくために磨かなきゃいけない。これは強い能力ですよ。ただし負の能力ですが、この状況に自ら身を置くって人は少ないでしょうから、あなた自身に必要な要素って2つ目だと思うんですよ。やりたいことをやり続けるって言っても、やりたいことは見つからない人多いだろうしね。最初はつまんないなーって思ってるかもしれない。でもコツコツやってくると、理解してできるようになってきて楽しくなってくるっていうのが、おそらくこの動画を見て皆さんに必要な要素なので、2番目やってみたらどうかな。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。